昔昔ハッピーフォレストのハッピーツリーに世界一ハッピーな生き物が住んでいました。トロールです。大好きなことは歌って踊ってハグして踊ってハグして歌って踊って歌ってハグして踊ってハグして踊って歌ってハグして踊ってハグして踊って歌って踊ってハグして。ある日トロールは見つかってしまったのです。なんとベルゲンに。ベルゲンは歌を知らず踊らずハグもしない世界で一番惨めな生き物です。ハッピーなトロールを見たベルゲンはどうしてもそれが欲しくなってしまいました。嘘ひどい。トロールを食べて幸せを感じたベルゲンはお祭りを始めました。お祭りは年に一度ベルゲンたちがトロールツリーに集まってトロールを食べる日です。そのお祭りの名前はトロールフェス。皆と共に幸せに。さあ拍手を。トロールどもの会議士、皆様の幸せの守護者、王室専属料理人、私よ。今回はとっておきのトロールフェスです。中には初めてトロールを食べる方もいるでしょう。はあ、僕だ。僕のことだよね、グリスル王子。あ、いよいよですね。大丈夫だぞ。わしも最初のトロールフェスには緊張したがね。わかった。さすが我が息子だ。今から私が王子様をお導きします。本当の幸せにね。王子様のために特別なトロールを選びました。幸せでとても明るく可愛らしいトロールです。王子様にはお姫様がぴったり。だから差し上げる子はポピー姫ですよ。 お願い、僕を幸せにして。いかがですか。ブハッ、あれ腐ってるよ。これ偽物。偽物。偽物。え、トロールいないの。一体どこにいるんだ。心配はいりません、すぐ見つけます。何か聞こえるよ、こっちのポピー。急げ急げ、こっちだ。ポピーを前に。ポピーが来たわ。はい、どうぞ。わしの可愛い娘ダイド。ペピーは遅れてる者たちがいます。トロールを残す者か。 ありがとうペピーよ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうペピーよ。トロールを残す者か。父さんどこにいるの。ボサッと突っ立てないで早いとこ王子を幸せにしろ。もちろんでございます。王様が来る気配がないよ。わしは言ったぞ、トロールを残すものかとな。それはつまりトロールは全員連れて行くのだ。ペピーよ、ポピー姫はどこなの。
心配ない、ここにいるよ。たやえなかちゅもんか。